おー、よかった。焦った。風がすごい今日。眠たいよー。今日めっちゃもうまぶたが重たいですね。昨日早く寝られた。昨日はね、夕方寝しちゃってね、寝れなかった。眠て。今日はいつも以上に眠たい。目が開きませんよ。5時ですか？ 6 時ぐらい、6時過ぎぐらい寝てよ。今日はでも終わったら寝れるので次はない。から寝る。目が寝てる。もうね、目がね、寝ようとしちゃってるんですよ。もう二度寝しようとしちゃってる、目が。もうおやすみーって目が言ってる、今。コーヒーを飲もう。やだよ、だって二度寝できなくなっちゃうもん。コーヒー飲めない、飲めないと思う。こう耳を回したりしたらね、いいらしいよ。すっきりするんだって、顔が。どう？カフェオレはどう？カフェオレはね、好きです。耳赤くなっちゃう。本当に今日はね、もうね、本当に起きるまでが大変でした。もうね、25分ぐらいからもうまあまあ起きてたんですよ。アラームが鳴ってたから。だけど立ち上がるまでが大変でした。もう何回もこうやってなった。もうこの5分間何回もこうなって、やばいやばい、はあはあってなった。で、今もこうってなりそう。風強すぎて絶対今なんか落ちた気がする。
10時からでもよかった。まあ変わらんからいけいいや。多分10時でもこうなってる。朝からどら焼きは全然いけます。どら焼きは生クリームも入ってるのが好き。朝の睡眠時間って5分でも大きい感じする。確かになんか5分でもすっごい寝た感じになったりする時あるよね。風やばくない？もう怒ってるみたい風が。風がやばい。これ絶対窓開いてる気がするんだけど、ちょっと窓閉めてるわ。ママいつもまず開けていくもんね。ダメだよ開けちゃ窓。もうカーテンが大暴れしてた。ってなってたカーテンが。静かになりました。あ、そんなことなかった。開いてなくても風の音は聞こえるわ。換気のために開けてるのか。いや暑くてね開ける時がよくある。でそのまんまですよ。ヘッドホンで聞いてるとすげえよくわかる風の音。やばいよね。力こぶみたいってめっちゃ書いてあるんだけど、なんで。やだやだ。もうあれはあれです。あの時はちょっと特別。すごい。これもうさ読まれるまで書くやつ。何がしたいのさ。この前こうやってガッてやったらねめっちゃ結構ねまだね残ってたんですよ筋肉が。全然何もしてないのに。手は大きいですか。手分からん。どっちだろう。よく分かんない。普通ぐらいだと思うよ。マリオ。あん、同じコメントをすごいいい。あなたは書きますね。4番で書くやつじゃないですか。筋肉なくして細くなりたいの。確かにマリオ筋肉ついてるからめっちゃ足太い。なんかふくらはぎとかが太い。ママと一緒ぐらいの太さぐらい。今着てるのマヨの T シャツ。そうよ。パジャマに。動物の森で着てられたのかも。そうかもしれない。もうめっちゃこうしてるからね。昨日はね公園とか作りました。定規で手の大きさ測って。なんで。やだ、なんかそんな親密に教えたらなんか怖い。
定規ないわ、マリアのうち。今日も TikTok 上がる、多分上がる。なんかもうさ、こういうなんか新しい SNS 始まったらさ、気づいたらなんか毎日投稿しちゃってるんだけど、やばい、もう毎日投稿とか毎日っていうものに呪われとるかもしれん。まあ、苦じゃないんだけどね。定規とか授業で使うな。そんな周りみんなマリアの手の長さ知りたい。定規はもう小学校ぐらいか使ってない。ね、そんな同じコメントしないでください。朝だからやめて、朝だからやめてって何今一番会いたいメンバーは、もうメンバーみんな会いたい。寝起きでも二役きれい。逆に寝起きの方がなんか眠たくてくっきりかもしれない。朝は軽めがいいよね。うん、朝はね、もうね、軽めなコメントがいいですね。やあ、風がやだ。仕事してる夢見て起きたから寝起きが良くなかった。悲しいね、夢でも仕事。軽め。昨日のご飯何食べた？トウモロコシとシチュー。何色か気になる。何色か？朝ごはんもう食べた。食べておりません。あ、今言ったの夜ご飯です。あまね、あまあまって、ね、今はねそんなお腹空いてないからですね。そのまま二度寝しちゃおうか。月曜日マジマンジ起きたくない。マジマンジ月曜日マジマンジのさ、いっちゃん最初のマンジなんかちょっとじわらない。寝が重い女ので軽めって難しい。全然同じこととか変なコメントしなければ大丈夫です。マリアも重たい女だもん。みたいになってるよね。眠たい。朝ごはん毎日食べる方、いや、お腹空いたら食べるけど、お腹空いてなかったら入んなくないですか。だから食べないんですよね。朝ごはんいつも5時ぐらいに食べてる。あ、5時ぐらいってめっちゃお腹すくよね。わかる。いつも寝れない時とか5時ぐらい本当にお腹すいてさらに眠れなくなるもん。こうか。まんじの方じゃあんまわかんないんだけど、ギャルじゃねえか。まんじとか言われたら書けない。まんじと
かんないわ。あ、こうか。難しい、マンジム難しい。眠たい。眠たい眠たい。かゆい、手がかゆい。俊太、石直、飛鳥、福清、関、トモハム、和夫くん、しっとりスタートしたの。これでみんながさ帰ってくるのすごいね。あんなしっとりスタートしたのに。ひろみ、りあちゃん、もろんぱん、わっきー、ゆうき、コナン、みどり、プラナ、かずき、ひななん、ゆうき、しゅう、りょう。13位、星空探検人。32位、ゆきんこ。31位、さかなとねこさん。10位、すがぴんさん。9位、とよきさん。8位、プラナさん。7位、よしひろさん。6位、あすかさん。5位ペコさん、4位ヒデさん、3位ヒカレビさん、2位シュンタさん、1位サエちゃん。おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。ということで、水寝してきます。ちょっと今日は睡眠時間が短いもので、とっても眠たい。あ、かゆい、すごいかゆい。二度寝してきます。てかね、ヒロアカハマりすぎてね、まだ2日目なんだけど、シーズン2のもう最後ら辺まで行ってるから、ほんとまで3日でシーズン3まで 見れそうな気がする。まあ、バイバイ、一緒に寝よう、じゃあね。